全国有数の米どころ福島県。気温の昼夜格差が大きく、お米の生育に恵まれた地域です。福島県は会津、中通り、浜通りの3地域に分けられ、それぞれの地域の特性を生かした米作りが行われています。天の粒は福島県が15年の歳月をかけて開発したオリジナル品種で、穂が伸びるときにまっすぐ伸びる穂の力強さと、天の恵みを受けて豊かに実る一粒一粒のお米をイメージして天の粒と命名されました。炊飯試験を行い、ご飯の硬さ、コシ、粘り、付着を数値で評価しているお米の専門家にお話を伺いました。今回、福島県産のお米を、社内で分析しました。その結果ですね、まず粒が大きい、そして、艶がある、そして粘りもある、これが、今回測定した結果で特に強調したいところかなと思っております。粒の大きいというのは重量でいくとトップクラスのデータになりました。一般的なお米の重さがおよそ 20.5g に対して、福島県オリジナル品種の重さは 22.7g から 23.4g あります。粒が大きいお米は炊きやすく均一に炊き上がります。そして、艶もですね、から粘りですね、粘りも、やはり、相当数の粘りが入っております。ですからこれもトップクラスの粘りになっておりますので、ぜひ、ご賞味していただければと思っております。このお米は、表面がしっかり粒感があって、適度な粘りが、ご飯離れが良いお米です。炊きたてはもちろん時間が経っても変化がしにくいので美味しく食べられます。また、調味料や油との相性もいい。チャーハンや、丼物に、調理して食べても美味しくいただけるお米だと思っております。天の粒は安定的に収量が確保できる品種で、平成23年のデビュー以降、作付け面積が増えています。耐倒伏性に優れ、いもち病にも強く栽培しやすい特徴があります。デビュー以来、福島県全域に作付けが広がり、令和5年の作付け面積はおよそ 12,249 ヘクタールとなっています。これは福島県内ではコシヒカリに次ぐ2番目の作付け面積です。浜通りで天の粒を生産している佐藤隆さん。効率的な栽培、安定的な収穫を目指し、積極的にスマート農業に挑戦しています。粒張りの良さ、それと食味の良さ、噛み応えがあるっていうことで、うちでは1年間通して天の粒を主食米にしています。米の生産性を上げるということと品質を良くするということで土壌分析を実施しています。そしてその土壌分析の結果に従って、元肥の前に土壌改良剤、そういうものを散布して土作りから始めて主に生産するようにしています。チャーハン専門店東屋3代目オーナーシェフの東さんに、天の粒と相性の良い料理を作ってもらいました。天の粒の魅力について伺いました。3点ございます。1つが冷めても美味しい、2点目がしっかりした食べ応えがある、粒が大きいので経済的でコストパフォーマンスが高い品種だと感じております。3点目ですが、油やしっかりした味付けの料理と相性がいいことが分かりました。
海外とのつながりを持つ東さん、天の粒や福島のお米への期待も膨らみます。お店の開店祝いに台湾の高雄市の友人が駆けつけてくださり、美味しいお米だと褒めてくださいました。これをきっかけに台湾の方々以外の他の国の方々にも食べていただきたいと感じております。福島で大切に育てられた福島県オリジナル品種天の粒、自慢のお米をぜひお召し上がりください。一つ一つ実現する福島。